でね、はい、リベンジ動画バナナでポップコーンできます。相変わらず狂ってますね。バナナでポップコーンできるんですよ。コメントいただいたのがバナナ。油がないと温度上がらないですからね。じわじわいきましょう。ちょっと弱火で。最近は弱火がトレンドですか。いや、トレンドですね。ずーっと強火で生きてきたじゃないですか。そうです ね、少しちょっと休みましょうか。さあ、そろそろバター入れ時ですか。100g ぐらいですかね。ドン。うわー、ごめんなさい、はい、粒子が多めな感じになってるんですけど、サラサラですね。100やりすぎた。ちょっと多かった。そろそろ強火で火の色がはっきり見えるぐらいの強さですね。バナナが上がってる？上がっちゃってる。やばいやばいやばい。ちょっと待って。ちょっと待って。コーン入れますね。もう入れましょう。やばいぞ。いいぞ。あ、いいですね。前回と違ってバナナと分離してますね。いやー、成功してほしいですけどね。たまにあ、え？あ！うわ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 、落としとる落としとる。もういいかな、完成です。マジですか。はい、はい、うわお、できとる。お、ちょっと油が残ってしまってる。やっぱりバター多かったんですね。焦げてんのこれやっぱ、バナナですか。これはバナナです、ね、あら、でもフレーバーとか味はもしかしてこれコーンに移ってるんですかね。完成しました、バナナポップコーン。久しぶりに成功してるポン。いただきます。いただきます。すいません、これちょっとまとめていっていいですか。バナナがなくなりました。なくなりましたね。すごくバターの味がするんですよね。バターポップコーンですよね。うん、バターポップコーンとして考えたら普通に美味しいんですけど、ね、うん、燃えありますね。燃えありますね。